シノロジージャパンの佐野と申します。今日はよろしくお願いします。で、自分の方からですね、シノロジーもともと台湾のメーカーなんですけども、まあ、皆さんにご使用していただいて、ついに今年シノロジージャパン日本法人が出来上がりました。で、まあ、皆さんもすでにお使いの方多いので、まあ、すでにご存知だと思うんですけども、まあ、こういう加工を販売、製造販売しています。で、まあ、元々 NAS というふうに、まあ、ファイルサーバーとかデータを保存するために使っていたんですけども、うちの強みとしては元々 NAS というのがネットワークアタッチドストレージだったんですけども、それを再定義してネットワークアプリケーションストレージとして、このアプリケーションの部分に強みを持っています。今までですね、まあ、データを管理する場合であれば、まあ、外付けのハードディスクとか、あとは写真を、まあ、いっぱい撮っている方については SD カードがもう10枚も20枚もあったりとか、あとは絶対64ギガとか128ギガの SD カードに乗り換えたりとかで、まあ、いろんなところにデータが分散してしまっていたと思うんですけども、まあ、例えば SD カードだったとすると、まあ、これいろんな SD カードに写真の画像にロゴがついていると思うんですけども、どれか1個だけ仲間外れがいるんですよね。でこれパッと見てもわからないんですよね。で一応答えについてなくても、この右斜め上のこれだけ仲間外れだったりするんですけども、うちのこのシノロジーの NAS を使っていただければ、全てのデータを中に入れていただくと、NAS が自動的に分類する機能を後ほど紹介します。それ以外にも、まあ、写真を管理したりとか、動画を管理したりとか、あとはオフィスで実際にデザイナーの方とか、まあ、Mac ユーザーさんって多いと思うんですけども、そのデータをまあ他の人に渡すときに、まあ、タグファイリングに使うんではなくて、うちの NAS を使ってもらったりとかすることが可能になっています。で、いろんな機能がですね、サードパーティーのものを含めると150種類ぐらいあるんですけども、まあ、基本的に全て無償になっています。で、唯一お金がかかってしまうものですと、例えばマイクロソフトにライセンスを払わないといけない EXFAT のライセンスだったりとか、あとはもうガラパゴス企画と言われている TTCPIP、テレビの録画のデータを映してくる、ムービングする機能については、ライセンスが一部かかる機能もあったりします。で、自分の方から今日はですね、まあ、簡単にいくつか、まあ、注目のソフトウェア、NAS に搭載できるソフトウェアを紹介させていただきたいんですけど、まず一つ目に、シノロジーのモーメンツという機能を紹介したいなと思います。実際に台湾で、自分も去年まで台湾で働いていたんですけども、9月かに、ちょっと台湾の台中の方に遊びに行ってきて、まあ、そこで撮った写真、まあ、最近ちょっと同僚に一眼レフじゃなくてミラーレスカメラを買わされて、まあ、写真撮るようになったんですけども、写真撮ると JPEG とローファイルがあったりとか、あとは同じポジションで、まあ、何枚も10枚ぐらい同じものを撮ったりとか、まあ、納得いくまで撮らないとすまなくなっちゃうんですけども、まあ、それをまあいちいち手動でマニュアルで分類するのも面倒くさいんですね、ぶっちゃけ。じゃあそれをどうするかというと、シノロジーのこのモーメンツを使っていただくと、もうとりあえず写真のデータを放り投げておけば、AI を使って自動的にこの写真は顔認証とかしてもらって、じゃあこの写真に誰々さんが写ってますよとか、じゃあこの写真にはラーメンが写ってるとか、そばが写ってるとか、また風景で山の写真が写ってるとか、海の写真が写ってるとか、ということに、っていうふうに自動的にカテゴライズされるような機能を提供しています。で、Apple のユーザーさん、Apple ユーザーさんであれば、まあ、iOS で最近対応したライブフォトスというものについても今後対応する予定になっています。で、他にも、まあ、最近増えてきた360度カメラとかの映像で、360度カメラで撮った映像や写真もこのモーメンツ上から閲覧することができるようになっています。で、後ほどデモさせていただきます。で、他にも、まあ、よく使うものとしては、まあ、写真以外にも動画データの管理について、まあ、例えば映画とかクリッピングといいますかね、コピーしてきた時とか、他にも、まあ自分で撮影した動画データを、まあ、テレビとか Apple TV とかで再生させたいという場合については、うちのこのビデオステーションという機能を
を使っていただくことによって、まあ、映画であれば、まあ、登場人物、出演者の情報を自動的に更新したりとか、あとはイントロダクションといえばいいですかね、このタイトル、この映画はまあどういうようなストーリーですよっていう情報を自動的に引っこ抜いてきたりすることも可能になっています。これインターネットと同期して引っ張ってくるということですね。で、画面上だと、スクリーン上だと英語の表示になっているんですけども、日本語の表示にも切り替えることが可能になっています。はい。で、まあ、写真を管理したりとか動画を管理すること以外にも、やっぱりファイルサーバーとして NAS 使っていただくことが多いので、じゃあ皆さん多分今 iCloud とか他の Dropbox とか、あと Google ドライブとかですね、まあ、いろんなクラウドのストレージをお使いいただいていると思うんですけども、うちの NAS、まあ、例えばハードディスクは別売りなんですけども、 2TB のハードディスクを入れたりとか、まあ、最大14TB のハードディスクを入れたりすることができるので、まあ、基本的に保証が2年とか、うちの NAS の保証が2年とか3年なので、じゃあ3年間トータルで見てみれば、イニシャルコストで本当数万円とか、まあ、言っても十数万円ぐらい払ってしまえば、まあ、それは買い切りで使っていただくことによって、まあ、3年とか2年、3年ぐらいですかね。で、長い目で見てみると、意外と iCloud とか使うよりもコスパがいいようなソリューションになっています。で、そこに、まあ、データを取りためていただくだけじゃなくても、ファイルサーバーなので、保存しておく以外にも、まあ、例えば外からアクセスしたりとか、まあ、例えば家でデザイン、iMac でデザインしたデータを外で、まあ、クライアントさんに訪問したときに、iPad を開いて表示させたいというときについても、うちの NAS 一個一個に対して、一台一台に対して、クイックコネクト ID というものが設定できるので、まあ、その ID で iPad 向け、iPhone 向けのモバイルアプリからログインすること、家の中の NAS にアクセスすることが可能になっています。で、他にも、まあ、例えば、一応自分が性別の人間なんですけども、例えばアシスタントの人に見積もり作ってもらうときに、ちょっとゼロが1個少なかったりとか、1個多かったりとか、お客さんの名前間違えてしまったりとか、で、まあ、ちょっと個人的にミスしてしまう場合が多かったりすると思うんですけども、そういう場合でも、このシノロジードライブの機能で、バージョンの、ファイルのバージョンの管理ができるので、まあ、Excel とか、まあ以外にも写真とかでちょっとリタッチ間違えてしまったときに前のバージョンに戻したいというのも右クリックから簡単に前のバージョンに戻せるというような機能を提供しています。で、他にもクライアントさんに成果物を渡したいときに、例えば今まで宅ファイルに使ってたような方でもうちのこの共有リンクの機能を使っていただくことによって、まあ、他のお客さんに数クリックでリンクを作って自分でまあ、社内とか自宅内に置いた NAS のデータにアクセスしてもらうということも可能になっています。で、まあ、データを保存する以外にですね、まあ、Apple ユーザーさんだったら皆さんお使いの機能かなとは思うんですけど、タイムマシーンにも弊社NAS、シノロジーの NAS 対応をしています。ちなみにタイムマシーン使っている方ってどれくらいいらっしゃいますか？おう。じゃあそのタイムマシーン、USB のハードディスクにやってますよという方。NAS にやってますよという方。おお。一応NAS とかであればできるかもしれないですけど、USB のハードディスクだとそれ専用にタイムマシン専用に1個丸々使ってしまうというパターンが多いかと思うんですけども、うちのこのタイムマシンに対応している機能というか、まあ、デフォルトで、まあ、全てのモデルにおいて使えるんですけども、を設定していただくときに、例えば NAS 本体に、まあ2TB ハードディスク入れましたよと。でもタイムマシン用には 500GB しか使いたくないんで、じゃあ 500GB だけ設定しておいて、越しちゃったら前のバージョンを消そうっていうような設定をきめ細かく設定することができるようになってます。で、タイムマシン基本Mac ユーザーさんについては、やっぱり Wi-Fi 経由でバックアップされている方が多いと思うんですけども、やっぱり Wi-Fi もそれなりのスピードが出ないと、まあ、安定したバックアップもできないですし、まあ、大容量のデザインデータとか、まあ、動画データとか、あと Netflix とか、まあ、いろんなものを見るときについても、やっぱり早い方がいいので、うち、シノロジーでも一応ですね、1台高性能の Wi-Fi ルーターを提供させていただいています。
で、この Wi-Fi ルーターについても、実際に弊社の NAS お使いの方であれば、ご存知だと思うんですけども、NAS の OS で DSM、ディスクスケーションマネージャーというもので、ウェブブラウザ、サファリとか Chrome からアクセスして、いろんな操作、共有ファイル作ったりとか、アカウントを作成したりとかが可能なんですけども、それと同じような画面で、分かりやすく Wi-Fi のこのルーターの管理画面にアクセスすることが可能になっています。で、実は社内客内と同じ画面に外からでも、ルーターのポートの設定とか全くしなくてもアクセスできるようになっています。で、これがメインの画面になるんですけども、例えば、このパッケージセンターとこの左上のこのところから、いろんな拡張機能、アドオンという形で追加することができるので、今ちょっとインターネットにつながっていないので表示はできないんですけども、ここから150種類以上にわたるいろんな機能を後付けでインストールすることが可能になっています。他にも、この2個目のこのアイコンがコントロールパネルというものなんですけども、ここから真ん中に載せますね。ここから簡単に共有フォルダを作成したりとか、で、ここにも共有フォルダごとに編集で、例えば、権限をアカウントごとに作ったりということも可能、作成したりということも可能になっています。で、他にも、企業ユースで、ビジネスユースで、社内に導入していただく場合については、例えばドメインで AD ってアカウント管理されているケースも多いので、それと連携してアカウントを NAS に対して同期させるということも可能になっています。で、他にも先ほど紹介させていただいたクイックコネクトについても、ここで数クリックで有効にするって、ちょっとインターネットにつながってないので設定できないんですけども、有効にチェックマーク入れていただいて、お好きなクイックコネクト ID、世界で一つだけの ID ですね、をこの NAS 本体に、機械に紐づけてもらうことによって、あとはここで適用があるんですけども、適用してもらうことによって、この下のこの空白のところにリンクが出てくるので、それをクリックして、もしくはブックマークに入れてもらうことによって、後でそのままこの操作画面にアクセスできるようになります。で、他にも、外からアクセスされる場合については、少しやっぱり日本のユーザーさんですと、ちょっとセキュリティについてどうなのかなというふうに感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、例えば、すごい細かい部分なんですけども、自動的にどれくらい操作画面にログインしてから自動的にログアウトさせるかとか、あとはファイアウォールを設定して、例えば中国から、中国の IP からはアクセスさせないとか、あとは自宅内の、宅内の IP でしかアクセスできないとか、というふうにきめ細かく設定することもできます。で、他にもですね、このログインするときに、例えば10分以内に100回ログインを間違えてしまうとか、完全に人がなせるわけじゃないので、そういうものについては自動的にログインできないようにシャットダウンするということもきめ細かく設定することもできます。で、他にもですね、この今操作している画面が、今最新の DSM、ディスクスケーションマネージャーの 6.2 というものになっているんですけども、それのこのファームウェアのアップデートがあった場合でも、簡単にこの更新とか復元、この部分からポップアップで出てきて、いわゆるモバイルアプリとしてバッチで1とか2とかっていう数字が出てくるものなんですけども、そういうふうに表示されて、新しいアップデートがありますよということで、このボタンの脇にインストールっていう、ダウンロードとかインストールっていう部分が出てくるので、そこをクリックしてもらうことによって、ほんと数クリックで分かりやすく、新しい機能をお試しいただくということも可能になっています。で、実際にパワポの資料の方で紹介させていただいた Moments という機能があるんですけども、こういうふうにいろんな機能を一覧で表示ができて、こういうふうにクリックすると、でももう一個新しいタブが開いてますね。で、こういうふうに、例えば SD カードを、SD カードリーダーに入れてもらって、うちの NAS に USB ポートがあるので、そこに挿してもらうと自動的にインポートしてくるような機能もあるので、それを使っていただいて、NAS の方に撮影した写真データとか SD カードからのデータを取り込むということも可能になっています。で、取り込んできたら、あとはモーメンツ
が自動的にそのデータを引っ張ってくるので、ここで、まあ、自動的に分類してくれる、まあ、時間軸で、まあ、こういうふうに7月の写真とか、あとは6月の写真とか、ということをここで表示することもできるようになっています。他にはアルバムというふうにここにあるんですけど、このアルバムのところから、今入れてる写真が少ないので、少しちょっと見た目があまり良くないんですけど、主題という部分から、例えば、まあ、これはなんかタワーの写真ですよとか、これ、なんか橋の写真ですよとか、都市の風景、まあ、東京は大都市なので、まあ、都市の風景なのかなっていうのが。で、これのカテゴリーが全部で、まあ、350種類以上あったりするので、まあ、いろんな写真を入れていただいて、まあ、それをちょっと楽しんでもらうのもいいのかなというふうには思います。で、他にもですね、ここ、人の写真が入ってないですね。この脇に顔認識で、この人の写真ですよというふうに自動的に分類させるということも可能になっています。はい、で、今この画面が NAS の操作画面なんですけども、これと似たようなもので、ルーターの操作画面もこういう操作画面になっています。で、今まで、まあ、国内メーカーさんのものだと、まあ、あまり言いにくいんですけども、ちょっと文字ばっかしでどういうふうに設定するか分かりづらいんですよね。で、その部分をうちの方は GUI というもので、まあ、分かりやすいアイコンとか画像を使用することによって、まあ、簡単にいろんな、まあ、ネットワーク関連の設定ができるようになっています。例えば、ね、このネットワークセンターの左一番斜め上で、今インターネットにつながってないので切断っていうふうに表示されてるんですけども、もしインターネットにつながった場合、ここに接続で IP アドレスが表示されたりとか、で、他にも今インターネットどれくらい使ってるんですよとか、デバイスのリストで今ちょっと大きくしますね、今つながっているデバイスの一覧を表示させたりすることも可能になっています。で、ここも、まあ、有線でつながっているものなのか、それとも無線でつながっているものとかも設定できたりします。で、他にもこのパレンタルコントロールとか、ね、ペアレンタルコントロールって、まあ、親御さん向けの機能として、まあ、例えばお子さんの iPhone については何時から何時までしかインターネット使えないようにするよとか、で、今これまでしかこういうことしかできないんですけども、今後は例えばお子さんに対してお子さんが持っている iPhone、iPad、もしくは Mac を、まあ、お子さんのものとして登録しておくことによって、そのお子さんのアカウント、そのユーザーに対して、この3台でじゃあ今日は1時間だけFacebook 見ていいよとか Instagram 見ていいよということが設定できるような機能も提供する予定になっています。はい、で、他にもですね、ビジネスユースで使われる場合であれば、このワイヤレスという部分から、一応 2600AC という規格で、5GB の、まあ、11AC という規格にも対応しているんですけども、まあ、そこからちょっと、こう、Wi-Fi のパスワードが見えちゃってるんですけども、例えば、リストネットワークで、例えばレストランを経営されている方であれば、お客さん向けに自分のレストランの公式ファンページとか、Facebook のページを見させてから、そのレストランの Wi-Fi をつなげていいですよっていうようなふうな機能も、まあ、本当3クリックぐらいですね、今後設定できるようになっています。で、ちょっと時間が押しているので、実際に後ろの方でもデモをやっているので、よければぜひお越しください。で、最後に一つだけ告知をさせていただきたいんですけども、弊社の方はですね、毎年1回ですね、人事のアニュアルのイベントを開催してまして、今年は毎年、まあ、一大イベントを開催しているんですけど、今年は10月18日、再来週ですね、秋葉原 のビッグカメラの向かいにベルスタールというところが
あるので、そこの地下1階、ベルサイユ秋葉原で開催する予定になっています。で、ここで今ちょっと展示できていない新製品とか、あと新機能、先ほど紹介したネットワークの管理のソフトの最新版のものとか、他にも DSM にどういう新しい機能がつくんですよということを紹介させていただくので、よろしければ、シノロジーのこのリンクからとか、シノロジー東京2019で検索すれば出てきますので、ぜひご応募のほどよろしくお願いします。一応自分の方から以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。